本庄駅は福岡県北九州市八幡西区緑丸町にある九州旅客鉄道地区方本線の駅である。駅番号は十例2。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京城駅舎を有し、高架式の駐輪場が併設されている。1969年まで設置されていた本庄、信号場付近に建設されている。当駅の建設により、 周囲の道路が再整備され、以前は国道で分断されて大きく、回り道をしなければならなかったところにも信号機と横断歩道がついて渡れるようになった。京上駅舎を自転車も通れる、歩道橋として使えるほか、小規模の整備が各所で行われ、歩行者にとっては非常に便が良くなった。無人駅であり、自動券売機及び自動改札機が設置されている。 守護課等の IC カードと磁気券が利用可能である。自動改札機の磁気券投入口は塞がれているが、本庄駅では磁気券を投入せずにそのまま通過し、降車時は運賃箱に磁気券、運賃等を投入する。また、無記名式守護課を自動券売機で新規発行が可能である。2017年3月4日以降は、駅遠隔案内システム、 アンサーが導入されている。2019年度の1日平均乗車人員は1121人である。JR 九州及びと、受け北九州によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。ありがとうございます。